内閣も維新も全然あかんポン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 ,ポンポ まあ、それにしてもね、まあ今日はあの NHK の世論調査っていうのがね、まあ7時にあの、発表されてですね、まあそれによると岸田内閣の支持率は20%になっててですね、まあこれがもう岸田内閣発足以降最低を記録したということでね、まあ今回の NHK の世論調査で岸田内閣の支持率っていうのはですね、まあこれで最後かなと、えー、まあそれも自民党総裁選がね、9月 27日で、えぇ、ー、まあ、投開票なんですかね。まあ、そこで新しい、えー、その、自民党総裁、ほんで総理大臣が誕生するということで、まあ、これで、まあ、岸田内閣は最後と、内閣支持率はね、NHK のね、 まあ、というか、まあ、その考え深いもあるかなと思うんですけども、まあ、やっぱりね、もう今、岸田首相がどうこうなってみんなどうでもいいっていうかですね、もう、岸田首相の存在感っていうのがもう完全に消えてるんちゃうのかなっていうね、まあ今、自民党総裁選でもね、まあ今日は高市三内さんが記者会見したりとか、え、まあ、その、まあ自民党総裁選だっていつまでやってんねんっていうね、 あの、やっぱりね、この岸田内閣の支持率が20%で最低ってなってるのも、やっぱ僕はね、自民党、公明党、今までやってきたね、あの、政治っていうのが、やっぱり良くないと。ね、ま、あ岸田内閣になってですね、これ政治と金の問題っていうのはね、まあ、共産党の赤旗で、えー、取り上げて、で、神秋博さんがね、あの、 検察に告発したんじゃなかったですかねもうそれでわーっと大きくなって、まあいろいろ岸田内閣の閣僚が次々辞めてですね、まあ選挙でもいっぱい、えー、負けるようになってた、負けて今になってるわけですから、それで岸田さんもですね、8月になって、えー、あの、辞めますと、もう続投しないということを言って、今自民党総裁選が行われてるわけですよね。 だから結局、やっぱり自民党公明党がやってきた、その政,政権といかね、この自公政権の、やっぱりその、なんていうんですかね、もう劣化というかですね、まあ衰,あの衰退してきているのが今だと思うんでね、これでまた自民党総裁選で新しい人に、まあ誰がなるかでね、 で、なんか、これでなんかまた変わるみたいなものこそが僕はやっぱ幻想かなと。うんまあ新しい人は誰になってもですね、この自民党なんか特に政治と金っていうのはね、やっぱ切っても切れない。えー、やっぱりその自民党の力の源泉というか力の源っていうのがやっぱお金っていうね、経済界からですね、いっぱい献金受けたりとかして、まあそれで政治と金の問題というのはね、大きくなったっていうね、 だ、それをね。やっぱそこをやっぱり考えないとですね。これ、誰がなってもね。変わらへんっていうね。 うんまあ本当になんかもう長すぎたなっていうね、3年もやってたってね、岸田さんはね、その前の菅さんなんかは1年で、えー、辞めてね、菅さんが辞めたのも結局は内閣支持率が、えー、30%台になって辞め張ったんですよね。で、その前の安倍さんだって、亡くなった安倍、えー、首相だってですね、まあ30%台、えー、切ったか切らへんかぐらいになって辞め張ったっていうね、 ね、岸田さんなんかずっともう低迷してきているのにずっと、まあ20、20%台とかも10%台とかですね、自事通信とか毎日やったら10%台やったんちゃいますかね。それがずっとついてるのに、なかなかやめてこなかったと。で、その岸田内閣を支えてたのが、今自民党総裁選に出てる人たちっていうことをね、やっぱりっ考えないとね、何回も同じことの繰り返しに僕はなるんちゃうの。 かなっていうね。まあ、思いましたけどもね。 まあ、この自民党総裁ね、次誰になってほしいかと NHK がやってるんですけども、まあ、トップは石破茂さん28%、えー、その次小泉慎二郎さんが23%、その次に高市さん愛さん9%、えー、その次に河野太郎さんが6%と、他はと続いてるんですけども、まあ、やっぱトップが石破茂さんになってるということでね、まあ、これ誰がなんのかなと、まあ、石破さんになった方がまだね、野党にとって はいいんちゃうのかなっていうかね。 えー、小泉慎二郎さん、なんか、やっぱ僕は、なったら、こう、無党派層の票をね、なんか持っていかれそうな気、するんですけども、まあ、石橋茂さんがトップ、っていうことでね、まあ、石橋さんがなっても僕は、まあ、手強いんちゃうのかなと、まあ、刷新感というかですね、まあ、なんか悪いことはしなさそうなんちゃうのかなと、うん、まあ、ただ石橋茂さんが、この、えー、自民党のね、この、 ま、派閥制、派閥はなくなったとえ、グループ政治というかね、派閥政治は続いてるんで、えー、ま、石破さんがなる可能性というのは、えー、ま、低いかもしれませんけどもね、うん ま、あと、なんか、立憲民主党ね、立憲民主党の代表選についても NHK が聞いてて、えー、それトップに来てるが、野田義彦さんで35%、その次に枝野さんが14%、えー、その次に泉健太さんが9%、吉田晴美さんが6%、まあ、その次に枝健二さんが5%ということで、まあ、健二さんは、えーまあ、ま、 今回はね、吉田はるみさんに譲ったっていうことで出てないんですけども、まあ、野田さんがトップっていうのもね、これほんまになんかあの、どうなんかなっていうね、これほんまになんか、あの、もう立憲民主党が、まあ、特にこれ関心ないっていう人の方が多いんですよね、NHK でもね。6割ぐらいなんか関心なかったとかね、えー、あ、えー、関心が、えー あんまりないと全くないで52、52%ですかね。関心があるが多いにあるとある程度あるで45、45%で関心ない人の方が多いんで、だからそういう人が、えー、野田さんっていうのが35%っていうのもね、まあこれもどうなんかなっていうね。いや僕はもう立憲民主代表選っていうのは、まあ本当にあの、よくね、まあ特に立憲民主 あの、立憲民主のね、あの、サポーターとか党員かなんかよくわかりませんけども、よく考えると本当に、まあ、この次の選挙にね、僕は大きな影響あるんちゃうのかなっていうね、まあ、思うんですけどもね、うん、まあ、あとね、まあの、政党支持率でもですね、やっぱりこの、まあ、自民党が一番トップで31.3%、その次に立憲民主は6.6%、 県民は先月から1.4ポイント上がってるんですけども、まあ、それでも1桁だと NHK によるとですね、このずっと1桁台っていうのが岸田内閣、えー、がずっと3今後3年ですかね、まあ、ずっと、えー、続いてたとかなんかそんな風に、えー、やっ 野党第一党の立憲民主党の支持率は岸田内閣の3年間一桁にとどまり、9月の支持率は6.6%でしたということで、やっぱり泉健太さんが代表、 だったんじゃないですかね。この3年間というのは、6.1、えー、桁にずっととどまってるっていうねう。で、まあね、実際立憲民主の代表選でも、あの、ふさわしい。次の代表にふさわしいのは泉さんが3位の9%トということで、まあやっぱり、この知名度的にもですね、まあ言ったら、まあ、こう、まだまだやっぱりね、 あの、こう、カリスマ性とかそういう人望とかですね、そういうのが足りなかったのかなって言えると思うんですよね。 まだから立憲民主はやっぱ次のね代表誰にするかっていうのをまあきちんと決めなあかんのちゃうのかなと。で、維新が3.0%ということで、まあ先月から0.6ポイントほど上がってるんですけども、まあ維新も、まああの兵庫県知事の問題とか万博の問題とかですね、まああと維新の不祥事ですね。今日なんか万博の問題で言えばですね、作業員がなんか高いとこから落下したと、えー いうニュースが出てたりとかですね、まあ、あるいは元維新の衆議院議員がですね、まあ、性的暴行したというまあショッキングなニュースも今日出てたりとかしてね、まあ、本当維新というのはもう先月はもう2%台だったんですけども、また下がりかねないものっていうのがいろいろあるかなと。 え、いうのは思いますね。やっぱその兵庫県の斎藤知事の問題だって、えー、今日、吉村、昨日、土曜日ですかね、えー、維新の吉村、えー、代表、吉村知事がですね、えー、この斉藤知事を辞めるように説得したんですけども、まあ、今日改めて、えー、斎藤知事がですね、まあ、辞職要求って受けた、もですね、えー、応じないと。 え、吉村さんに説得されても応じなかったということで、まあこれも本当僕は維新のね、あの、責任とはすごく大きいんちゃうのかなと、えー、こうやって斎藤知事が固くなナに辞めませんっていうのもね、まあ最初は維新が、 あの、斎藤地をかばってたというかですね、まあ、言った真相解明がきちんとされるまで、あの、やめる必要ないみたいなね、もうことを言ってたと思うんですけども、まあ、それがですね、こう、百条委員会でパワハラとかですね、ま、あそういう追及が厳しくなってきて、で、維新が、み、み、この間のね、美濃市長選とかですね、まあ、昨日でも泉市議選、大阪の泉市議選でもですね、まあ、三人しか落ちない、えー え、選挙だったんですけども、まあ、維新が一人落ちですね。元維新、う今朝、あの、元維新が一人言ってたんですけども、結局、あの、維新の推薦、維新の公認の人と、元維新が二人あったみたいですね。だから、泉市議選で落ちた三人っていうのは、ま、あ全部維新関係者と言っていいんちゃうのかなっていうぐらい、ま、あ本当あの、すごい結果になってるっていうね、改めてね。う やっぱり、ま、維新が大阪でもですね、あの、本当に、ま、人気が下がってきてるか、得票もなんか、公明党より少なかったみたいな、ね、なんかそんなん変えてる人もいてましたけども、まあ、今度はね、節通、えー、市長選というか、節通市長選は、あの、維新は出馬、えー あの、断念したんですけども、候補立てるのをね。ただ、大阪府議補選の摂津市選挙区、摂津市でのですね、えー、っていうのはこれ維新立ててるんで、まあ、ここもね、これ、今度、えー、今週、えー、告示で22日投開票ですかね。まあ、そこも注目かな、というふうに思いますね。う ほんとやっぱね、維新がずっとね、この兵庫県の斎藤知事をかばい続けてきたからですね、僕は斎藤知事も引くに引けなくなってるっていうかね、認めたらもう終わりや、みたいなのが、僕は、あの、斎藤知事にあるのかな、みたいなね。まあ、そういう意味でも維新の責任というかね、おっきいなと、あの、この斎藤さん知事になる前は大阪府でのね、 あの、吉村さんの、あの、まあ、言ったら、ま、あの、部下だったわけですかね。大阪府の総務課でしたっけそこの総務課長かなんかやったと思うんで、まあ、そういう意味でもね、やっぱり維新の責任は重、重いなと。 えー、っていうのは改めてね、言えるかなと。これが、本当にまた、えー、斎藤知事が粘ることによって、また維新への批判っていうのが僕は高まってくるんちゃうのかなと。えー、それによって、ま、選挙でまた、えー、票を減らす、負ける、落選とかね、また目立ってくるのかなっていうのを思いますんでね。うん まあまず、あ、どうなるかわかりませんけどね。まあまあ、もう立憲民主党代表選も、まあちゃんとした人を選んでほしいなっていうね。えー、ほんと選挙に勝てる人っていうね。まあそれも思いましたけどもね。えー、ということで、えー、まあ岸田内閣はもうこれで終わりということで。チャンネル登録よろしくね。